ツイートってどうやってやるんだ。コメント、あれツイートってどうやってやるんだろう。やり方が分かんねえな。これか。よっしゃ、行くか。はい、みんなワドツー。じゃあ行きましょう。見えてたら教えて。見えてる？一回切れたからな。見えてねえかな。見えてる？のんちゃん、じゃあお留守番よろしくね。見えてる？問題ない？一回止まったでしょ。見えてんだ。Wi-Fi 切り替えたもんな。よし。いや、今止まったでしょ。それ Wi-Fi 切り替えたタイミングだと思う。歯も真っ白。いい感じだね。よし、行ってこよう。歯白くなってきたね。ホワイトニング。じゃあ、あと何分って書いてね、みんな。今日も、今日の目標も前回と同じで、30キロを5分、5キロを30分以内に走る。頑張るよ。タイム係頼むね。あと何分ね。よ、用意スタートって言った時点であと29分って書くんだよ。今日10分から走り始めようか。ストレッチちょっと多めにやりましょう。ファイト、ありがとう。おっさんが走るだけの枠ですが、嬉しいです。こんなに見に来ていただいて。走るの大嫌いだったな。ハーハー枠、ワドニー推奨枠。じゃあストレッチします。準備運動大事だからね。今日はいけるかな。30分以内。前回30分6秒とかだったね。確認したら、まあまあ30分ジャストでいいかなと思うんだけど。解放、最近ダイエットやってんのか。報告なくなったけど、やめたの、ダイエット。イカ娘いらっしゃい。今日はね、もう5分長く行きます。10分から走ります。ストレッチ長めに。歯ね、ホワイトニングやってんすよ今。少し白、ここがまだ黄色いけど少しずつ白くなってきたね。下の歯がガチャガチャだからさ。やってんの？
だいたいね、時速10キロ、ただ高低差があるからね、ペースが乱れますが、時速10キロで30分走ってるんで、やっと走れるようになった。今回行けるかな。今回行けたらもう速くなってる証拠だよね。どれくらい、みんなの予想どうだと思う？スルメ飽きるっしょ、頑張れよ。豆腐とかいいよ、豆腐。豆腐はいくら食っても太らないから。豆腐と豆乳、豆乳もいい。スルメだけ食ってるわけにいかないんだから。あとナッツね、ナッツはカロリー高いけど全然いくら食っても太んないから。カシューナッツはあんま良くないね。ピーナッツ、アーモンドとか常備食べてればいいよ。頭皮にもいいんだ。俺はナッツ系よく食べてたかな、つまんで。あとなんだろう、よく食べんの。ライザップの人もナッツね。虫なんか食わねえよ。豆腐いいと思うよ。メカブとか野菜をのせて、あとキャベツね。キャベツはいくら食っても太んないから、キャベツガンガン食べてビタミン補給して。体調壊すなよ、解放。体が資本だから。別に太ってたっていいんだよ、健康的であれば。よっしゃ、みんな準備はいいかい？あと1分半で走るよ。準備は OK？ はい、 OK。 一緒に走ろうね。カウント職人頼むよ。今日のカウント職人は綿飴さんです。みんなもあと何分って乗っかっていいかね。キャベツと豆腐だけじゃないよ、おかずも取っていいんだよ。魚とか米とかを少し減らすの。甘いものは絶対食べないこと、ジュースも飲まないこと、お茶とか飲んでいい、コーヒーも飲んでいい、ブラックなら。豆腐とキャベツだけじゃ栄養が足りない、おかずは食べていいんだよ。肉はたくさん食べなさい、油も取っていいんだよ。少し炭水化物を抑えんの、半分とか小盛りとかで全然痩せる。あとは運動。そんなキャベツと豆腐だけ食ってたら死んじゃうよ。よし、あと30秒。じゃあ、あと29分って書いてよ。スタート、アットマーク29って書いてね。一緒にウォーキングいいね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。
信号捕まった。タイムラグがあるから10秒ぐらい前にあと何分って書いて、今赤です。10秒ぐらい前にあと何分って書いて、今日は息が上がんないぞ。ニコラスいらっしゃい。整えます。ありがとう、ハンニバル、ありがとう。赤です。今のうち息整えましょう。アイテムありがとうね、ハンニバル。もうちょいで青になります。飛ばします。行きます。本当に23分合ってる？違くない？タイム間違えてない？違くない？ダメだよ、信号も込みだよ。
信号です。あと何分、あと19分。ありがとう、長いのに捕まったな。信号連続3個、長いのに捕まった。やばいな。花火ありがとう。東中野、花火ありがとう。しかも向かい風だよ今ありがとう。ありがとう。カフェありがとう。you
折り返します。折り返します。ありがとう。信号です。信号か。くそ。今日やたら捕まりますね。信号多いな。あと10分か。ちょっと今日まずいっすね。9分か。結果これ。今日運悪いね。行きます。Thank you.
東中野あと一駅あー違う、ここ赤だね。もったいない。だよ今日最悪だ、全部捕まんな。1分か。墓捕まるね今日。
行きます。あ、まだか。雨降ってきた。最後の上り坂きつ。ゴールです。お疲れ様です。お疲れ様。32か。お疲れ。お疲れっす。みんなお疲れ様。信号がちょっと多かったね、今日は。悔しい。悔しいな。辛いね。3分ぐらいあったね。いつもよりペース早いと思ったけど、トータル3分ぐらい使ってるね。引っかかったね、今日はね。こればっかりしょうがない。お疲れっす。結構辛かったかな。今日風が強い。悔しいな。悔しいね。台風来るんだ今日。向かい風がすげえね、きつかったね。辛かったね。
悔しいな。よし、ご飯だ。切り替えよう。切り替えていきましょう。体調良かったんだけどな。明日気温下がるんだ。ちょっと暑かったからね、東京ね。水飲もう。お疲れ、ありがとうね。また雨カウンター助かったよ。ありがとう。みんなも応援ありがとう。アイテムくれた人もありがとう。お疲れやな、ラッキー。お疲れ様。ありがとう。また雨ありがとう。嬉しいね。ねえ、メアリーラムをねぎらってくれてありがとう。また雨のこと、ずっと張り付いて時計見ながら応援してくれてんだよ。これでね、時間気にしないで走るのに集中できるからね。お疲れ、フクロウさん。ウォーキングいいやつ描いた？どうかな。いいやつ描いた？みんな一緒に走るのいいかもね。運動、健康になれるよ。歩きながらゆっくりでいいんだよ。ゆっくりでいいよ。みんなで一緒に走ろう。健康になるよ。いい汗かいた。びっちゃびちゃだ。汗めちゃめちゃかいた。気持ちいいわ。これでだいたいね、400キロカロリーぐらいの消費かな。400キロカロリーぐらい。ご飯一杯分だね。茶碗。飲みましょう。はい、夜景です。今日曇ってるね。夜景ですね。明るいね、東京は。これ茶碗一杯分400キロカロリーぐらい。まあだけど、あのうんこにもカロリーあるんだよ。だからみんなさ、2000キロカロリー取ったら2000キロカロリー消費すると思ってんじゃん。あれ間違いね。うんこにもカロリーあるから。これ意外とね、ダイエットの人言わないんだよね。なんでなんだ。
よし、帰ろう。そうそう、あとカロリーにその痩せるとか意味がない。体脂肪率とかスタイルがどうなる意味あるけど、カロリーで計算する人はダイエット全般的に間違ってる。エネルギー、食物そのものが持ってるエネルギー量なので、でそれがどれくらい体に入るのかとか計算に入ってないの。だ単純計算なの、カロリーベースって。例えばさ、キャベツのカロリーとさ、フレッシュジュースとかのカロリーって低いじゃん。あれに栄養価がないのかっつったら、野菜の方が栄養価あるの。食物繊維であったりとか、腸内を促すビタミン、カロチンとか。だからお米だけさ、じゃあ2400キロカロリー取ったら健康にいいのかって問題でしょ。だからカロリーベースでダイエットやってる人はまずダメ。うん、それ今度解説してあげるよ、ダイエット興味ある人。正しい、その例えば脂肪分取らないっていう人はバカ、女の人で。脂身とか油取らないようにしてますっていうのは意味がない。油は油になりません。油がアミノ酸になったりするんですよ。だから簡単に言うと、糖分がオーバーした分が脂肪に変わるの。だから油取らないのは自殺行為。今度やってあげるよ、ダイエット、正しいダイエット、そのライズアップっていうのがどういう方法を取ってるのかとか。だからコラーゲンを食べてコラーゲンになると思ってるのもアホ。1万分の1ぐらい、コラーゲンがコラーゲンになるの1万分の1もない。うん、ダイエット始めた？健康になることね、ダイエット。痩せることじゃなくて健康になること。あの体重が落ちることと健康とは何の関係性もない。酵素は素晴らしいですよ。酵素はいいです、はい。あの酵素についても語ってあげる、今度。だから簡単に言うと、肉はいくら食っても太らない。あとピーナッツとかも。太るものは炭水化物と糖分だけ。今度やろうね。まあ、帰ってからご飯食べてシャワー浴びて夜中にやる枠で、ダイエット解説枠とかやろうか。カロリーはね、目安だと思って。あれはね、戦時中の日本が飢餓状態にあるときに、これだけ食べたら死にませんっていう値だから。うん、今度やってあげるよ。全然。だから咀嚼をするっていうのが正しいとか、そういうのもあるの。よく噛むとお腹いっぱいになるとか、ダイエットにいいっていう理由もある。よく噛んで食べることは大事。俺よく全然噛まないんだけど、米なんか流し込んでるからよくない、本当は。皆さん、そろそろお別れですな。ありがとうございました。チャンネル登録、 YouTube の、 Twitter のフォロー、それからふわっちのフォローも欠かさずお願いします。ダンカン塾のね、 Twitter と、それからチャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。みんなで頑張っていきましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。後で夜枠開くと思うので、また会いましょう。お疲れ様でーす。おつおつ。ありがとうね。今日もありがとうございました。